ジジョージアブカーさあ今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日はですね、手段式暗算、第、えーえー、うちの教室はですね、卒業までに、な、え、ん、ー、とか最低限、初段暗算第2を以上取ってですね、やめてほしいという目標を作っております。えー、ただですね、第2検定に挑む前にですね、まずはこのレベルまで一旦上げて、 で、そこで準備して第2検定に向かいたいというレベルの設定をしております。で、書き案、割り案は、えー、前回、前々回動画等で、ね、流しておってですね、えー、今回はいよいよ見取り案山、見取り案山このレベルまで行ってほしいなと、まず言ったんですね。第2検定受ける前に。というのが、えー、これです。えー、桁3桁もしくは2桁をですね、えー、これの たすヒコ、10口、個の数字が、えー、できると。えー、ここをまず目標にしてほしいんですけど、見取り安全結構苦手な子が多いんですよね。多いんです。えー、嫌、嫌だなぁと思ってる子が多いと思います。で、いつものごとくですね、えー、ちょっと頭の中のイメージ、えー、こんな感じでやるんだよというのを使いながら、えー、っていきたいと思うんですけどね。 えー、ポイントは、ミトリアンザのポイントは、なんせ記憶の、えー、まあ246を玉のイメージに変えて、91足して、337を玉のイメージに変えて、867、950、えー、109、1147、えー、1851、1876、2333 18、2395九五か、えー、こんな感じで、パン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 と、えー、イメージを変形させながらですね、えー、最後まで持っていくんですけど、 なんせ記憶の定着なんですね。えー、数字の記憶の定着、えー。答えだけ、答えだけ、答えだけ、答えだけを、えー、しっかり覚えていくと。で、そのためにはですね、スピードも大事なんですよね。えー、計算、スピード。えー、マジカルナンバー4、人間の短期記憶、えー、基本的には4秒間なんで消えちゃうんですよと。えーまあ、当然、トレーニングすればそれが7秒、8秒、10秒以上、えー、どん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 増えていきますんで。 えー、今、うちの生徒のみんながやってるのは、それのトレーニングをしているわけなんですけども、えー、まずですね、じゃあ早速やっていきましょうか。246と、えー、2、4、6と、まず数字を、えー、球のイメージに、えー、変換させますと、えー、いつものように、まあ、針、針はですね、無色透明ですけども、えー、しっかり。 やはりポイントになるんですよ、イメージしてくださいよーっていう感じですね、246、えー。そこに、よいしょ、90、えー、336にして1、えー、足しますと、337に変えますね。ここの90、こう、パンと、二四六か九十繰り上がって、四、えー、4九十一で、1を足すと。 1>, 1足すのは簡単ですよね、えー。すぐ。この繰り上がったところですね。繰り上がったところ、えー、ちょっとスピードを速くと。で、えー、246291足して337。ここから5。5は簡単ですよね。もうこうパッと足すだけなんで。で、53。ここで、玉、えー、への変身が出ますよね。530、えー。で、867と24691530。で、次の。 ここですよね。ここちょっと難しいですよね。867、答え867って覚えてるんですけど、ここに83足していくんですよ。80の繰り上がりですよね。246915、83、えーえー、94の形に変えて、さらに7に3足して、4を覚えておいて、950と。この形に持っていく、この流れですよね。繰り上がり、繰り上がり。 2 4の9 1 5 3 8 6 7から80足して947にして723足してもう1回繰り上がって950この形に持ってここがですね、えー、繰り上がりが2回、えー、行ってますからね、えー、前の前の答えの数字をしっかり覚えながらしっかり記憶に定着させておいて覚えながらさらに繰り上がりのスピードも上げていくと 何、えー、せこの2つのポイントですね。えー、ミトリアンザの上達のポイントは、とにかく答えだけ、答えだけを記憶にしっかり定着、玉のイメージを定着させることと、 あとは繰り上がり、繰り下がりのスピードですよね。これをどれだけ、えー、早く、えー、処理、頭の中で処理できるか。前の答えを記憶しながら、さらに繰り上がったり繰り下がったりして変形させていく。その形の、イメージの形の変形のスピードですね。えー、ここをしっかり意識して、この2つ、この2つを、えー、伸ばしていけばですね、緑暗算、決して、えー、嫌な、えー、種目にはならないと思いますので、ぜひ頑張ってみてください、えー。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。 拜拜。Bye bye.